ちょっと世界見てやろうかなっていうんで、もう55年ですかね、今年で55年。スウェーデンっていうのは僕が選んだ国だみたいな、うん、泣ける。今日は久しぶりのゲスト編ということで、ゲストの方にお越しいただきました。というか私がお邪魔してるんですけども、スウェーデン在住の、まあ、大ベテラン大滝さんでございます。だから大滝さんと最初に知り合ったのって、この間考えてたんですけど、多分7年前だと。そんな前ですか？実は結構前で、あの北欧福祉研究所ってね、日本の会社の方が、あのスウェーデンに視察に来られるという時に、まあ、大滝さんがそこの顧問をされてて、まあ ね、それで私お声掛けをなぜかいただいて、それで一緒にあの初めてお会いして、そうですね、最初私実はネットで大滝さんのこといろいろ調べたんです。あ、そうなんですか？お会いする前に。そしたらあの大滝さんの名前で検索するとすごいいっぱい出てきて、あ、そうなんですか。でそれを読んだら、なんかすごい方だと思って、結構ドキドキして初めてお会いしたんですよ。いやいや、そんなことない。そしてお話ししてたらすごい面白くて、そうですか。今日これからその大滝さんのちょっと自己紹介とか、スウェーデンでされたことをお話を伺うんですけど、いろいろミュージシャンだったりとか、まあ、デイセンターのやられたりとか、まあ、すごい面白くて、で動画、この動画を始めて、なんかこうスウェーデンのことをいろいろ日本に発信してて、いつか大滝さんにお話を伺いたいなとずっと思ってたんです。そうですか。今日はだからこんな感じで、まあ、スウェーデンに在住、まあ、長い、後でお話します、長く住んでらっしゃる大滝さんにいろいろ自己紹介をいただいて、どんなことをされたかっていう深掘りをしていきたいと思います。歴史が相当あっていらっしゃるので面白いと思いますので、ぜひ皆さん最後までご覧ください。よろしくお願いします。私たちはスウェーデン在住で、スウェーデンの暮らしが日本で幸せっていうふうに言われるのはなんでなんだろうっていうのを、まあ、出発点にいろいろなトピックとかテーマで、お話を調べたり聞いたりとかして、情報を発信しているチャンネルです、でよろしかったらあのチャンネル登録、いいね、コメントいただけると嬉しいので、よろしくお願いします。じゃあ最初に、じゃあお名前とご年齢を伺います。名前ですか、はい、大滝正幸と申します。先月82になったばっかり。80超えました。素晴らしい。ご出身は？札幌です。北海道の札幌。北海道の札幌、はい、いつスウェーデンにいらっしゃったんですか？1969年の9月の末です。はい、69年。70年より前だ。1969年、70年安保の前の年ですよね。そう、うん、まあ、今からそうですね、もう55年ですかね、今年で55年。55年。いや、はい、すごい、まあ、ちょっとそのなんでスウェーデンに来たとか、その辺は後でじっくり伺いたいと思います。でちなみに今言語としては何語を話しますか？まあ、ここで暮らしていくにはスウェーデン語ですね。あと、僕は来た時からずっと音楽やってたんで、割と外国の、特に南アメリカ人と一緒にやってたんで、南アメリカ、まあ、英語が多かったですね。スウェーデン語、英語、まあ、母国はもちろん日本語ですね、はい、で今は何をされてますか？今いわゆる年金者ですかね、スウェーデンパンコナー、パンショナーです。パンショナーでも、まあ、今日本といろいろ、この間も9月には1ヶ月ぐらい行ってましたしね。あとでまたお話しするんだけど、すっごいアクティブですよね。私なんかより全然アクティブに動いてらっしゃるから、本当にすごい、まあ、ここはいわゆる一応年金者ですから何もすることないんだけど、でも結構毎日することがあって。あ、そうなんですか、深掘りをしていきたいと思います。そもそもスウェーデンにいらっしゃるのはなぜなんだっていうことで、まあ、なんでスウェーデンに来られたんですか？まあ、長い話になるんですけど、僕が日本にいた頃は60年代ですかね、で日本で芝居やったり、それで当時の60年代の日本っていうのは、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、いわゆるヒッピーの時代で、そうするとその僕の周りにも世界中放浪してたっていうのがいっぱいいて。で結構流行ってたんですか、その放浪が？そうですね、流行ってるって変だけど、スウェーデンに来てからの話ですけど、北欧無宿って言われて、挑発した連中がもうあちこちヒッチハイクやったり、お金なくなって大使館に来て、お金、
貸してくれとかって言われる人がいたんで、ある時平凡パンチっていう雑誌があったんですけど、うん、平凡パンチ、はい、そこに北欧無宿っていう言葉が出てきて、僕写真に載ってたんですよね。そうなんだ、はい、見たい。まあ、たまたま僕もそういう仲間がいっぱいいて、うん、スウェーデンに来た連中が多くてね、うん、でスウェーデンの話いっぱい聞いたんですよ。で僕もまあ日本もそろそろ分かったからちょっと世界見てやろうかなって言うんで、たまたまその何年か前にいわゆるシベリア経由っていうんですかね、横浜からナホトカまで行って、それから船で行って、それでまあシベリア鉄道通って、普通はそうなんですけど、僕はもう1週間もロシアの上走るの嫌だったんで、ハバロフスクからモスクワまで飛行機で、はい、でモスクワからは 2,3 日泊まって、うん、それでレニングラードまでヘルシンキまで汽車で行くんですよ、うんうん、そういう感じで電車でたどり着くのはヘルシンキってことですか。当時いわゆるソ連っていうんですかね、うんうんうん、その当時その航路が開いたんで、うん、今それまでは観光に行く人っていうのは、うん、例えばイタリアとかイギリスとかフランスとか、うんうんうん、まあ有名な観光地の国にお金持ってね、うんうん、行くの、うん、ところがいわゆるシベリア航路が開けたので、うん、いわゆる片道切符で行くんですよ、うん、で片道切符 で、うん、で行く先がウィーンかヘルシンキかなんですよね。でウィーンだとまあ普通の観光地じゃないですか、うん、オーストリアとか、だからそこに行くんだったらっていうのが一つと、もう一つはスウェーデン人のカップルで僕らの仲間で知り合ってて、東京でね、みんなもスウェーデンに行ってたんで、ストックホルムにとにかく行こうっていうんで、片道切符で行く先がヘルシンキ。ちなみにその時おいくつだったんですか。僕は25だったですね。25、はい、でもその25か当時って、うん、1ドル360円みたいな、360円なんです。そしたらもう日本円とかはもう、あ、日本円はね、あ、今1キロが12、3円でしょ。当時はね1キロが75円だったんですよ。75円、うん、じゃあもう相当な大金を日本から持ってこないと。いや、要するに一月分のお金ですよ。僕はねちょっとまあ人がいい性格っていうのもあってモスクワでだいぶたかられたり、それから紅白っていうんですかね、ロシアに行ったらよく、うん、アンバーを買わされたりして、だからストックホルムに着いた時は半分ぐらいしかなかったですけど、うん、じゃあそんなこんなでスウェーデンに来て、はい、でその時からもうずっといらっしゃるんですか。はい、まあ、通算すればそうですね。あ、まあ、日本に最初に日本に行ったのが、うん、まあ、8年ぶりに1回実家に帰ったのはあるんですけど、それからあとは何年かに1回ぐらい帰って、3回目は子供連れて帰ったのが、あ、そう、でもそんなしょっちゅうは帰れないんですよ、帰れなかったですね、その時代はね、うんうん、ちなみに帰った時は飛行機で帰られたんですか。あ、そうです、もちろん。でもそのなんで50年以上もいる、もともとそう決めて来られてたんですか。そう言われるとね、なんて言っていいか分かんないんですけど、多分、まあ、こっち来る時にその僕は、まあ、いわゆる芝居やったり、うん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 、しか弾き語りやってたりして、うんうん、だから自分のそういう、まあ、音楽なりが通用するのかなと思って、まあ、来たっていうのもあれですよね、うん、まあ、言葉、いい言葉使えば自分探しみたいな、うんうん、そうすると1年2年で帰るっていうのはなかなか考えられないじゃないですか。まあ、確かにね、うん、でやっぱり嫌なこともあったし、うん、お金がなくなってもう何日もひもじい思いしたこともあるんだけど、うん、それで帰っちゃうとなんか来た意味がないみたいなのがあって、うんうんうん、でそのスウェーデンにいらっしゃって、うん、まあ、何をしてきたか、この50何年を こんな数分で凝縮するのは多分難しいんですけど、ちょっとやってみるとして、はい、スウェーデンに来た当初は何をしてどんな風に暮らしてらっしゃったんですか。3ヶ月は観光ビザで入れるんですよ、うん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 、その後は出なきゃいけないっていう一つ原則があって、うん、来た当時、まあ、ほとんどの日本人っていうのはどうやってここに入れるかっていうのをもうそれぞれ探してですね、うん、まあ、大概は皿洗いやったりするんですけど、うんうん、僕は日本にいた時からスウェーデンにそのいわゆる旧市街っていうんですか、はいはい、オールドタウンっていうのがあって、うんうん、そこにクラブがあるっていう話を聞いてたんです、うん、だからそこでちょっと演奏しようかなっていうんで、うん、来てそうですね1ヶ月ぐらいしてからそこの店行って、オーディションみたいなのやって、でそれからずっと何ヶ月かそこで、演奏、急にじゃあ店に行って、ギター持ってね、ギター持って行って、はいはい、それでじゃあ OK みたいな。そうですね。じゃあそれでじゃあしばらくは音楽でそういういろんなお店で
伝説、そうですね、それから結局の話10年くらいはずっと音楽やって、でその後は何をされる、だんだん思い出したな、7年ぐらい経ってからかな、ちょっとなんか学校行きたくなって、大学行きたくなって、それで大学行こうと思った時に、その大学に入るにはスウェーデン語の3まで、いわゆる4レベルがある、3までやってなきゃいけないじゃないですか、IEC、IES っていうんですか、でストックホルム大学に入ってスウェーデン語をやったんです、でじゃあどこの大学に入りたかったんですか、公立音大ですか、入ったんですけど、でもそのやっぱりだからスウェーデン語のその課程取ってなきゃ、そうですよね、ありなかったです、じゃあその王立音楽大学に入ったのは何歳ぐらい、81年ですから何歳ですかね、もうよ38ぐらいですかね、何を専攻されたんですか、音楽10年ぐらいやってから、そういうそのハイライフに疲れちゃったっていうか、普通の仕事しようかなと思ってで職案に行ったらその紹介されたのが知的障害者の施設だったんですよ、入所施設で大きいところでね、何のお仕事として、それいわゆるなんて言うんですか、介護職員ですよ、そこを紹介された理由が、僕が音楽やってたっていうんで、障害者には音楽いいんじゃないかっていうのをそこの職案で言われて、でまたちょっと変わったとこだけど、1週間ぐらいしたらなれると思うからっていうんで僕勧められて行ったんですよね、でそこでいわゆる介護の職員を1年ぐらいやったのかな、すごく大きな施設で、いわゆる日本の当時昔コロニーっていうのが日本だったんですけど、そこのモデルになったような施設 で入居 の, その棟と、それからいわゆるデイセンターっていうんですかね、活動所っていうのがあって、デイセンターってあるっていうのは知らなかったんですよ1年ぐらいは、だからもうそこで働いたそこしか見てなかったんですけど、たまたまそのデイセンターっていうところがあって、そこで音楽をやる人探しするっていうんで、たまたまですか、たまたま、それでその僕に人事課から連絡来て、あんた音楽やるって言ってからやってみないかみたいなこと言われて、それでデイさんって谷に移ったのがまずきっかけですよね。それ何年頃ですか、それは79年ですよ、79年、だからちょうど来てから10年経ってから、あそういうこと、音楽やるって言っても何やっていいか全然分からなくて、まあ自分なりにこういろいろ人に聞いたりやってたんですけど、ちょうどそれから1年してから、その音楽王立音大に音楽セラピー科っていうのができるっていう話聞いたんで、すぐ応募して、じゃあ新しくできたところ、第1期で入ったんです、まあ、普通はあのなんていうんですか、セラピー的なあのセッションみたいなのをやるんですけどね、セラピー、音楽セラピーっていうと どういう感じの活動なんですか、あのね、音楽セラピーっていろんな形があるので、音楽を聴くっていうのもあるし、それから音楽をするとかね、参加するとかいろいろあるんですけども、一人一人その音楽療法士の素材っていうんですかね、そういうのによって違うし、結構自由度が高い感じなんですか、高いですね、で僕はあの音楽大学で自分で、あこれを学んだなって言えるのが あるとしたら、僕は何をやるかっていうやつですね、いろんなやり方がある中で僕は何をやったらいいのかっていうことが分かってきたっていう、そこの大学のコースで、ちょっとその音楽の話、音楽療法とかその後されたので、ちょっとその話また別の動画でじっくり伺いたいなと思ってるんですけど、じゃあそこでじゃあそのデイセンターの方に移られて音楽を担当されて、デイセンターの所長さんもされたっていう話を聞いたんですけど、そうですね、それはその後ですよね、それはその後です、そこ その大きな施設で都合2年ちょっといたんですかね、一人に誘われて、その、まあ、僕住んでる地域のデイセンターが新しくデイセンターできるっていうんで、そこに行ってみないかって言われて行ったのが、まあ、エクトルプっていうデイセンターだったんですよね、でそこでその音楽を担当するいわゆる日本でいうと何て言うんですかね、青年学級の講師みたいな感じで派遣されていくっていうような感じで、いわゆる音楽サークルのリーダーっていうことで行って、仕事をしたのが最初ですよね。でそこで仕事をしてて、でそのいろんな経過の中で、あの音楽グループ作って、それをその音楽グループとそこにいた職員と新しいデイセンターを立ち上げたのがきっかけ、すごい話ですよね、だからじゃあそこで結構そういった感じでもう新しいデイセンターを作ったり、その障害者ケアと音楽とかその絡みでかなり長く活動されてたところですね、もうそれがずっとされてたお仕事ですか、そうですね、新しいデイセンターをその、
音楽のデイセンターにするっていうんで、うんうん、その音楽のグループそのものがデイセンターになったっていう。いやなんかすごい話ですよね本当に。なんかサラサラサラっとお話されてるけど、まあ当時はね、あの90年代っていうのは、うん、日本でもそうだったですけど、うん、いわゆる障害者福祉っていうのが全般的にこう、うん、いろいろ変わってきた時代なんですよね。で80年代90年代、ちょうど僕がその、こっちのそういう障害者のその、まあ、境遇とかね、グループホームがたくさんできたとか、デイセンターができたとか、そういう時代に僕がいたので、いい流れだったとは思うんですけども、はい。だけど日本人じゃないですか、はいはい、でその当時は多分スウェーデン語もあまりできない状態。僕は来てからね、うん、しばらくして、うん、まあ、ある高齢のカップルの、うん、いわゆる、まあ、芸能人ですよね、医師のね、そういう人に会ってね、で面白い格好してシルクハットなんかしゃべって、旦那さんがもう70ぐらい過ぎた人で、うんうん、奥さんもそうだったんですけど、うん、なんかその人と喋りたくて、当時はもうずっと英語喋ってたんですよ、来て2ヶ月ぐらいは、うんうん、ちなみに英語はもともと日本でもお話できたんですか。まあある程度できたですね、うん、すごい。いやある程度、僕の父親っていうのが昔、うん、進駐軍の通訳やってたこともあって、うん、だからあんまり言葉に困ったことはないんですよ。すごいですね。でその言語、うん、やっぱり音楽もされてるから、そういう言語的な能力が高いんですよね。まあそう言われることもありますよね、うん、耳がいいとか、うんうん、まあ、関係あるかどうか分かんないんですけど、はい、当時は英語でやったんですけど、うんうん、スウェーデン語ちょっと喋りたくなったのと、うん、仕事をするにはスウェーデン語ができなくちゃいけないっていうので、職員行くとまず学校に行かせられるんですよ、うん、でお金もらって、職員かお金もらって、うん、1ヶ月ぐらいかな、基礎的なスウェーデン語、いわゆる今の SFE というか、移民のためのスウェーデン語、まあ、移民の、そうですね、それがその時もあったんですか。当時もあったんですよ、うん、ちなみにいくらぐらいもらえてたとか覚えてますか。あ、当時、ね、僕が来た頃のスウェーデン人の給料がだいたい1000クロぐらいでしたから、うん、はいはいはい、そのぐらいもらったと思うんですね。あ、同じぐらい、うん、同じぐらいもらってます。相当です。それは返さなくていいお金ですか。いや全然返せないですよ、うん、すごい、うん、太っ腹ですね。そしたらいや結局だから後で分かったんですけど、いわゆるノーマライゼーションっていうんですかね。だからそのスウェーデンで、うん、まあ労働ハンディキャップって言い方をするんですけど、うん、そういうハンディ持ってる人、うんうん、外人とかなんかスウェーデンも喋らないと生きていけないから、うん、お金やると、まあ、スウェーデン人にはあまり評判良くなかったですけどね、うん、なんで外人だけ仕事探してるのにお金もらえるのなんて。そうね、うん、今もね、なんか、まあ、今特に移民が増えちゃってるから、うん、まあ、それこそ今スウェーデン語を勉強してもらえるお金って多分2000クローナぐらいだと思うんですよね。であとは借りて返すみたいなお金でしょうね。移民が多いからっていうのもあるけど、結構こう反発するスウェーデン人もいるっていう話は聞いてますよね。いや当時は、まあ、いましたけど、うん、でも僕その後大学行ってね、スウェーデン語やったんですけど、うん、その時はあの奨学金もらって 70% 返すってやつです。あ、だから今はおそらくその移民にもそれが適用されて、そういう形になってるんですよね。だけど当時はやっぱりスウェーデン語できないと仕事ができない。なるほどね、うん、でじゃあそれでスウェーデン語をしばらく勉強されて、まあ、1ヶ月勉強して、あの、まあ、2ヶ月ぐらいしたら喋れたんですけどね。すごすぎるんですけど。だってスウェーデン語と英語って、あ、まあ確かにね、言葉を変えるだけだから。やば、もう30分になっちゃった。ちょっといやなんかすごい話が次、いやどうしましょう。最後無理やりまとめに入りますと、なんかその今こうだから50年以上住んできて、なんか思うこととかありますか。思うことですか。思うことっていうと、でも今後もスウェーデンに住み続けることは。いやだってこの年になっていたら今更、今でも日本とは関係があるんで、多分来年の4月あたりには日本に、ね、3ヶ月くらい行くかもしれないですけど、まあ子供もいるし、ここにはね、はい、それとなんていうんですかね、日本っていうのは僕の生まれた国だけど、うん、スウェーデンっていうのは僕が選んだ国だみたいな、うん、そういう気持ちがちょっとあるみたい。泣けるいい言葉ですね。そうですか。なんかまあ自分もね、そういうふうに、うん、まあ、もちろん日本出身で来て、うん、ここで住んで、まあ、今18年ぐらい経つんですけど、もう結構経つなって思ってるけど、やっぱりね、でも分かりますよ、18年ぐらいだったらそう思うでしょう、やっぱり、うんうん、
でもそうですね、自分で選んだ国っていう、はいはい、でも日本と北欧の、北欧というかスウェーデンの活動をすごいされてるから、どちらの国にもつながってる状態ですもん。そうですね、基本的に僕はどこでもいいんですよまあこれからブラジル行かなきゃいけないとなったら多分行くと思うんですよね。それでも OK、はいはい、なんかそれも分かる気がする、はいはいはい、うん、まあどこでも多分全然大丈夫そうですね。どこでも多分大丈夫だと思う、うんうんうん、もう話が尽きないから、でもじゃあちょっと今回の動画はこのぐらいにしておいて、はいはい、いやもう本当にありがとうございます。多分あのご覧くださってる皆さんも大滝さんにこういう話聞いてみたいとか、なんかこう質問とか多分たくさんあると思うので、はい、ぜひコメントで残していただければと思います。よろしくお願いします。またあの別の動画で、その福祉の活動の話をちょっとお聞きしたいのと、はい、あともう一個この大滝さんのお部屋、はい、ルームツアーをさせていただくということにもなっているので、はい、その動画もあの今後公開予定なので、はい、ぜひ楽しみにしてください、はい、よろしくお願いします、はい、というわけで今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございました、はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう、はい、ヘイドー。